はい、どうもこんにちは、源太郎チャンネルへようこそ。今日はですね、緊急で動画を回してるんですけど、チャンネル登録者数50人突破しました。で、今日はね、ポケモンカードゲットできたので、ポケモンカードを開けていきたいんですが、中国で買ったポケモンカードもあるので、それも合わせて、紹介したいと思います。ね、これゲットできました。はい、ポケモンの絵柄が入って、はい、嬉しいな。5パックもゲットしたらなかなか今手に入らないですからね。はい、リザードのね、クリスタルリザードの絵柄が書いてある黒煙の支配者、はい、家で開けますので、じゃあ動画をお楽しみください。はい、ということで、どうも。はい、ということで家に戻ってまいりました。もう久しぶりですね。2週間ぶりの我が家です。まあ日本に帰ってきてね、今まで中国留学に行ってまいりました。はい、中国の北京理工大学というところでですね、中国語をいろいろ勉強してきたわけですが、はい、そう、それで、そう、帰ってきたら驚いたことに、チャンネル登録者数50人突破しました。嬉しいです。もうね、この動画ね、作ってる最中にもね、どんどん伸び続けていてね、本当に嬉しいですね。はい、ということでね、特別企画用意しました。ね、はい。まあ、ポケモン好きな方もね、あんまり知らない方もいるかもしれませんが、これだけね、ポケモンカード用意しました。はい、で、中国のポケカもあります。もうすごいでしょ。センスみたいにサムネやりたいな。ちょっと待ってね。今日長く撮ろうと思って、久しぶりにさ、なんか、長い動画作ってみたいなって思って、そう、あれ作ってまして、僕が一番最初の動画がね、砂漠化止めるべしっていう動画でね、いっぱい30分くらい喋ったんでね、もう結構長く喋りたいと思います。はい。だけどこんだけ用意しました。はい、面白そうですよね。これちょっと怪しいな。中国のポケカだけど、僕はね、本当に、これがね、中国版というか、任天堂公式だと思って買ったんですけど、ちょっとよくわかんないんですよ。うん、それが。ここまでね、書いてあるんでね。見えます？ここまで綺麗に、ね、そう、書いてあるわけですよ。任天堂クリーチャー、ね、ゲームフリークインク。で、R マークも書いてあるんで。多分、でもちょっと怪しいとこもあるんで、ちょっとわかんないんですよね。だからちょっとそこも確認、検証と兼ねてやっていきたいと思います。はい。でね、唐揚げくんも用意しました。まあでもね、やっぱり本当に嬉しいですね、50人。まあ皆さんのおかげですよ。はい。一人一人ね、今多分、うん、小学校のクラスの50人のぐらいの大きなところで喋ってるような感覚ですよ。はい、嬉しいですね。はい。うん。でね、中国の動画もね、いろいろ撮ったんで、それもね、今後、上げていこうと、編集して上げていこうと思うんで、それもお楽しみください。はい。源太郎の机っていうのをね、横上げた、やった後に、やってるんですけど、お土産紹介もやっていきたいと思うんで、それもね、楽しみにしてください。ちょっと前置き長くなりました。ポケモンカード開封とかね、楽しみにしてください。はい、じゃあ開けてきます。はい、これも一緒に。この動画に2500円くらいかかってるから、まあまあ、5×5 の25みたいな感じでね。ちょ、25っていう数字にこだわっていこうかな。じゃあ今日の動画25分にします。はい。25分くらいね。ちょっと、うまくいかないかもしれないから。ね、楽しみだな。まあ、まず、この、いいの開けていきたいでしょ。はい。ということで。いや、開封したことないんだよ、これ。ねえ。お祭りで開けて一個開けてないからさ。開けていくけど。うわ。変な開け方になっちゃったな。ポケモンカードのさ、この、袋って開けにくくないっすか？どう思います？はい。ということで。1枚ずつ見ていきたいと思います。1袋目、ね。はい、ベトベタノーマルカードです。光の当てかけ難しいな、なんか。うん、はい。これは鬼スズメ。はい。あ、綺麗な絵柄ですね。はい、次はコクーン。はい、進化しますね。お、すごい！なんかボールに入ってるよ。モンスターボールに入ってるのかな。見えます？これ。堂々ゲットしました。はい。嬉しいですね。
どうどう。これ、ポケモンカードに入ってますね。次、ガラガラ。いや、難しいな。ちょっと、なんかね、今ね、パソコンで撮ってるんですよ。ビデオカメラが不調でね。はい、ガラガラゲットしました。はい、あと2枚。ドン。はい、鬼ドリル。はい、スナッチアーム。あ、スナッチアームはいいカードだと思います。U ですね。相手の手札を見て、その中からポケモン1枚選び、相手の山札し、あ、そんな強くないかな。うん。まあ、1枚目の、1泊目の開封がこんな感じでした。はい、ということで。どうしよう。どうしよう。じゃあ、ちょっと飲みたいと思いますね。うん。最高ですね。最高です。はい。ちょっとね、5パックしかないからね、5パックずつしかないから、なかなかね、当たりね、難しいと思うね。ちょっと。な、VMAX とか、VMAX じゃないかも、今、EX か。EX 当たればいいかなって思ってます。はい。じゃあ、これね。うん。唐揚げくん。食べたいと思います。美味しそう。これうまいんだよな。国産のお肉使っててね、これうまいんですよ。僕がね、小学生の頃いっぱい食べてたね。うん。塾行くたびに食べてました。友達と一緒に。おいしい。うんうん。もうチーズの味がね、もう感動したよね。日本っておいしいよ。幸せな国だよ、ほんとに。うん。うん。食べ物うまい。うん、最高です、うん、家のウーロン茶も美味しいですね。じゃあ2パック目開けていきます。次はハサミ入れる。もうちょっとパパッと開けたいな。はい、切らないようにね、切れます。はい、パパッとね、いくよ。謎の草。はい、これはヤドン。これはあ、化石か。古びた貝の化石。こんなの見たことないな。進化するんだね。トレーナーズから。はい、ピッピ。あ、ピッピも出ましたけど。これもモンスターボールですね。このラメ仕様。いいですね。うん。ちょっとね、うまく映ってないか心配だよね。ちょっと心配です。はい、シャワーズのレア。はい、これはバタフリー。お、榊のカリスマですよ。榊のカリスマ出ました。これのね、なんか、SR かな？もうなんか僕ね、一時代前のポケカやってるからね、ちょっとね、皆さんとね、時代が違うんですよね。VMAX とか言ってもね、全然ね、もう、時代遅れなんですよ。はい。ということで。はい、まあ。もうちょっと開けようかな。はい。じゃあ、これ開けていきます。3泊目。ちょっともうちょっと、もうそろそろ開けて、当たってほしい。ちょっとね、結構ね、高いんだ、これ。1泊290円もするんだな。だから、1枚ぐらいね、すごいカードを当てたいわけですよ。はい。じゃあ、行きます。ビッグだ。ミニリュウ。ベロリンガ。お、またえ、すごくないこれ。モンスターボール出すぎじゃない？モンスターボールってこんなに出るものなんですか？あ、でも、一パックに一個は出るのかな。でも、キャタピー。あ、キャタピーすごいね。かわいい、この絵柄。わかります？このかわいさ。ミニリュウもかわいかったね。あ！ちょっと待って。ちょっと待って。やばい。ミュウの EX の SR でちょっとやばい。ちょっと待ってね。ちょっと焦っちゃって。どうしよう。袋ないな。ちょっと待ってください。ごめんなさいね。ちょっと当たりが出るとは想定外です。ちょっとシール、あ、ちゃんとね、あの状態をいいようにね、袋入れますね。やばいな。ちょっとこれ皆さんのおかげですね。これちょっとやばいわ。ミュウ EX 出ました。ちょっとこの、
この回、神回ですね、ちょっと、あの、動画の映りは悪いかもしれませんが、ちょっと当たり引いちゃいましたね。やばいです。ミュウの SR 出ちゃいました。もう、あとはもう消化試合でいいよ。もうね、もうこれ出たらね、もうね、別にね、その後のね、解説どうでもいいと思うね。もう、ミュウ EX が出た時点でもう、うん、いいです。だからあと2枚、もう普通に開けちゃいますもん。2パック同時に開けちゃいますもん。いや、すごいね。SR ってね、1箱に1個。だから、うん、これだとね、20パックに1個かな。20パックに1個ぐらいしか出ないんだよね。その中でも、いいキャラなんだよ。ちょっと間違ってたらごめんなさい。あ、ちょっとなんか、バラバラになっちゃったな。はい、ということで、一気に開けまーす。こんな贅沢なことできないね。おー、サンドかわいい。うん、ドガース。あ、結構かわいいキャラいっぱいいんだね。初期のポケモンだね。ちょっと、ニドラン。はい。スリープ。おー、サンド。サンドもモンスターボールですね。うん、かわいい。おぉ、サンダー EX 出ましたね。かっこいいですね。サイクリングロード。まあ、あとは、ペルシアン。コダック。パラス。これも進化するね。ガラガラ。ガラガラもモンスターボールで出ました。マルマイン。まあ、マルマインいいよね。なんかね、マルマインって自爆して相手に攻撃するとかもあるけど、これは何だろう。道具をトラッシュして攻撃するんだね。で、あとは大きな風船が出ました。逃げるエネルギーが全てなくなる。え、これ強くね？二進化ポケモン、まあ育てるの大変だけど、進化のね、重いポケモンとかもあるからね。そういうのを、すぐに逃がしてあげられるっていうね。そういう強さがあると思います。ということで、はい。これではね、もうこれが出た時点でもう、この神回確定なんだ。うん。ニュー EX。やばいっす。はい。ゲノムハック。相手のバトルポケモンが持ってる技を一つ選び、この技として使うらしいですね。リスタート。自分の前に一回使える。自分の手札が3枚になるように山札を引く。もうね、山札を引くスキルもね、ポケモンが持っちゃいけない技なんですよ。こんなね、強いあの技持っちゃダメなんですよ。うん、トレーナーズがやる。役割を自分で担っちゃうというね、それは最強すぎますね。はい。ということで、サンダーとか、なんていうの？ポケモンのモンスターボールに入ってるのとか、キラーカードは全部今入れますので。はい。ちょっとお待ちください。あ、グッズとかも。はい。はいはいはい。まあ、いっか、後でやろう。ちょっと後でやります。ね、時間も足りないんで、はい、じゃあちょっと続き食べますね。いただきますね。5個入ってるんですよ、これ。美味しいんですよ、これ。もうね、めっちゃうまいと思う。これね、NTT ドコモのね、あのアハモのね、なんかくじとかで当たったんだよね。いっぱいギガ使うとがもらえるみたいな、あ、抽選でもらえるみたいなね、それ当たったんですよ。それ交換していきます。うまっ。うまっ。中国さ、うん、辛いんだよ。鶏肉とかもね、変に辛いからね、ちょっと困るんですよね。もう日本の安全安心、もう最高です。最高です。うますぎ。うん。うまいうまい。ローソンありがとう。うん。ローソンのおかげでね、だからあの、新千歳空港でこっち買って、ローソンでさっきのポケモンカードの151変えたんですよ。だからローソンさんに本当に感謝ですね。うん。じゃあ、飲みますね。一気に飲んじゃった。気分良くて一気に飲んじゃいました。はい、ということで、次はこちら。はい。極限の支配者開けてみます。もうハサミ入れますよ、ハサミ。ハサミ入れて、そう、ここね、EX になってからポケモンになったんでね、英語の表記になったんですよ。海外を意識してるのがね、やっぱり。まあ、海外でも売れてるみたいですからね。はい。はい。はい。開けてきます。あ、開けてきますってか、見てきます。
はい、カプサイジ。これ見たことないな。僕最近のね、ゲームもやってないんだ。ごめんなさいね。ちょっと。でもなんか最近のキャラクターでしょ。ポッポね。デルビル。ドド、ん？ドドゲザン。いや、キリキザンは知ってるけど、ドドゲザン知らなかった。面白いね。はい、ブラッキー。ブラッキーはね、EV から進化するんですよね。うん、いいですね。はい、まあもうミュー出たからもうなんかもう、あとはいいって感じなんだけど。まあリザードン当たってほしいですね。これなかなか、もう180円に値上げしたんだけどさ、それでもやっぱりポケカ欲しくなっちゃうよね。お一人様、5パックまでだったわけだけどさ。やっぱりね、ポケカはね、魅力ですよ。もうやっぱりね、男のロマン。もうね、男じゃなくてもね、女でもいいけど、もうあの、髪がね、ここまでね、価値を持つというね、そこも面白いし、なんだろうね、ポケモンの可愛さ、魅力だったり、そういうのがね、存分に出てるわけですよ。で、ポケモンの技とかもちゃんと書いてあって面白いんですよね、これが。ホルード。ホルードかな？ツボツボ。はい、コマタナ。あ、これドラゴンタイプだ。ドラゴンタイプなんているんだ。チルタリス。うん。ガマゲロゲ。あ、出ないね。さすがに出ないね。さすがに出ないっすよ、もうね。もう運使い果たしましたから、もう。もう出ないっす。はいはいはい。はい、じゃあ3拍目。はい、ヨーギラス。何これ。ジグザグマ。あー、ガラルジグザグマの時代でしたよ、僕のね。ポケモン一番やってた時代よね。あの、ガラルジグザグマでね、ま、10点をね、叩き出すっていうね、10点をね、相手のベンチポケモンにね、つけていくっていうね、そういうね、ゲームやってましたね。はい、ガマガル。はい、ヘルガー。これ、犬みたいなポケモンですね。ポケモンリーグ本部。あ、出ましたね。これは、お互いの対戦ポケモンの無色エネルギーの使うエネルギーが1個分多くなる。へぇ、面白いね。これ結構相手に、ね、影響を及ぼしますね。種ポケモンが使う技。だから種ポケモンに結構、影響を与えることができるんですね。すごい面白いね。結構、ポケモンが進化してるね。はい、4拍目いきます。4拍目。うん。ハサミはね、ちゃんとね、はい、お子さんは、親と一緒に使ってくださいね。怪我しちゃうんで。はい、ということで、これは何だろう。サナギラス？サナギラスですね。はい。はいはいはい。シビシラス。ホルビー。ホルビーもね、マッドパーティーっていうね、なんかね、これもポケカやってない人には分かんないと思うんです。一つ時代前のね。そういう時代があったんですよ。あ、これね、ポピーっていうね、このキャラクターもね、人気だと思います。はい。ポケカで女性キャラって結構人気なんですよ。はい、ということで、5パック目いきます。あ、ちょっとまずいな、これ。いや、25分はいいんだけどさ、ちょっと開けきらないかもしれない。これちょっと。はい。じゃあ、クイタラン。EV。あ、ちょっと当たらないな、これ。何これ。墓地っていう犬のキャラクターですか。あー、当たんなかった。まあ、ちょっとね、やっぱりね、運がね、偏ってましてね。まあ、ここら辺。ミュウとかサンダーとか。こういうすごいいいポケモンがいっぱい出たんで。まあ、特にこれですね。これが最高の当たりですね。まあ、10パックでここまでのいい当たり入れるのはなかなかないと思います。はい。ということで、嬉しいです。最高だな、日本もね。もう最高。アメイジングジャパンですよ。イーロンマスクのようね。熱い。はい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 。食べてきます。ちょっと、うん。美味しそう。最後の1個なんですよ。いただきます。うまい。うまいうまい。最高です。ということで、ちょっとね、ちょっと確認しますね。最初の動画作ったのが47秒だから、だいたい何分くらい作ればいいかなとかね、考えたりもするんですよね。うん。24分
24分13秒ぐらいまで撮れるのかな。24分。ニコニコの方がいいか。ニコニコの方がいいから、13たす25で38ですか ?38。24分38秒で切りたいな。はい。ヤクルトもあります。だから、結構ね、こんだけ量あるからさ、一気に開封しなきゃいけないんだけど、ちょっと、だから、一回ちょっと切るわ。切ってから、開けるね。うん、それでいい？うん、8パックあるんだけど、ね、面白いでしょ。まあちょっと、そう、もうまた韓国と同じことしたくないよ。ベイブレード偽物でしたって動画上がってんですけどさ、もう偽物だったんですよ。悲しかった。中国だったらもっとちょっと心配ですけど、ね。うん、でも、希望を持ってね、正規品だと思ってやってるんでね。まだ中身見てないんで分かんないんですよ。うん、まあ公式だとも信じてます。はい。ということで、切りました。じゃあ、全部見てきます。あー、ちょっと、結構嘘くさいな。結構嘘くさいです。あー、これはイライラしてきた。あー、これは最悪だ。最悪だ、これは。あー、もう本当に、これはダメだね。これはダメです。もうね、全然ダメ。もう嘘物ですね。偽物だと思います、これ。うん、偽物です。当てちゃった。8パックで、これね、8パックで、ちょっと値下げ交渉したんだよ。でね、8パックで20元かな？あ、違う。8パックで30元だ。1パック5元だったの。で、1パック5元で、で、5×8 で40元。だから、1元20円だから800円なんですね。で、それを30元。8パックで30元にしたいから、600円の、かかってんですけどね。ちょっと、やっぱり偽物でした。ちょっとね、これひどいですね。偽物を売りつけるのはやっぱり、ちょっとね、信頼できないですよね。で、これほら、本当に聖地に作ってんですよ。このコピー、表面コピーして、裏面こういうね、偽物ってわかりますよね、これだったら。でも、わからないですね、ちょっとわからないです。まあ、僕もね、ちょっと海外版のポケカっていうのがね、よくわからなかったっていう、知識不足っていうのもあると思うんですけど、まあでも、それにしても、ちょっと、騙すのはひどいと思います。ひどいというか、皆さん気をつけてくださいね。海外でポケカとか買うときは本当に気をつけてください。特に中国とかね。気をつけてください。てか、本当にこういう偽物をね、広めないためにもこの動画作ってるんでね。なんて言うんだろうな。なんて言うの？公式のちゃんと買ってくださいってことです。僕が間違って、てか、公式じゃなかったってことですね。失敗しました。はい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 、はい。もう、もう、こんなの出てもさ、嬉しくないよね。全然光ってないしさ。紙ですね。もう紙で、しかも、光の加減、なんていうの？ラメとか何にもやってない。もう印刷しましたって感じですね。はい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 。うわー、すごいパクリですね。あ、これはちょっとね、光り出してるけど、ちょっと甘いっすね。やっぱり違いますね。まあ、周りがね、黄色いのはね、海外版ポケガの特徴なんですけど、それにしてもひどいです。はいはい。まあ、ちょっと前のやつかな。ウィザードンとかね。ちょっとまたミスっちゃいましたね。こういうのもあったけどさ、これもう、ほんと偽物って感じ。うわぁ、これも光ってるけどなはい、ということで、今回はこんな感じでした。はい。ちょっともうね、騙されちゃいましたね、また。またね、この終わり方嫌なんですけどね。はい。ということで、ちょっと残念ですね。ちょっとね、ちょっと甘かったですね。もうちょっとちゃんと調べるべきだしてね。ちょっとヤクルト飲んで、はい、終わりたいと思います。
うまいっす。これね、中国にも売ってるんですよ、ヤクルト。本物ですね、本物が。はい、ということで、チャンネル登録、高評価、共有のほどよろしくお願いします。はい、これからもね、チャンネル登録1000人目指して頑張っていくので、応援のほどよろしくお願いします。以上。